結果よりも内容を重視したいと語っていたオシム監督、 A 代表マッチでは珍しく若干空席があったスタジアムでしたが、オシムジャパンは序盤から仕掛けます。まずは前半4分、駒野のスルーパスに走り込んだ牧が持ち込みますが、決定機をものにできません。いやこれはもったいない場面でしたね、牧が、ね、裏に走るタイミング、駒野の出すタイミング、これ非常に良かったんですけど、この次のタッチを、ね、少しミスした、それによってゴールにボールが行きませんでしたね。ただいい形で試合に入った日本ですが、相手はドイツワールドカップベスト16、アフリカの雄ガーナ。身体能力の高さを見せつけます。22分には今度がボールカットされピンチを招きます。早いですよね、川口はよくねしっかり抑えましたけどね。さあなんとか巻き返したい日本。37分、駒野が持ち込んで強烈シュート。これシュートもいいんですけど、長野選手が、ね、やはりコースを作りたかったですね。前半はスコアレスで折り返します。後半11分、日本に最大のチャンス、サントスのロングボールに牧が頭で流して、佐藤久人のクロスに柳岸、ボールは無情にもポスト直撃。この辺の速い攻撃、これがやはりガーナを振る末では効果的でしたけどね。あとちょっと悔しそうなオシム。しかしここからガーナが怒涛の反撃。13分、アッピアのシュートは川口ファインセーブ。早いですねここもね、入ってくる。続く16分には抜け出すジャンに阿部がファール、絶好の位置でフリーキックを与えてしまいます。怖い場面ですね。キッカーはアッピア、川口またもファインセーブ。これよく川口読みましたね。速いボールですけども、やはりコースを読んだことでこれ防ぎましたね。お見事です。さあ流れを変えたい日本は A 代表初キャップとなるバンドなど次々と交代選手を投入します。しかし流れは変わらずガーナ。28分、ピンポンのクロスにハミル、ガーナ先制。いやクロスに上げさせたくなかったですね。ちょっとそこをね丁寧にやってもらいたかったですね。この後も反撃に出た日本でしたが、最後までゴールを割ることができず試合終了のホイッスル。オシムジャパン、サウジアラビア戦以来の敗戦となりました。pokušaj je bitan. Ma, koje to nama uspijevalo to je druga stvar, jer protiv Gane nije baš jednostavno. Ali ostavljam njima da vide da li je to neki pomak ili da li može da bude neki pomak. Gdje u zadnjem redu igra 5 igrača iz 4 kluba i prvi put igraju zajedno.